北岡崎駅は愛知県岡崎市青町にある愛知環状鉄道線の駅である。駅番号は04。1999年頃まで専用線発着のシャーツ会貨物を取り扱っていたため貨物列車の発着があった。その後は臨時シャーツ会貨物のみの取り扱いとなり貨物列車の発着はなくなっていたが2010年4月1日に 日本貨物鉄道岡崎東駅間の第二子鉄道事業が廃止され、明日ともに貨物の取り扱いが終了した。相対式ホーム2面2線を有する高架機である。券売機や自動改札機を有した有人駅であるが、早朝、昼間、夜間は無人となり、専用の出入り口を使用する。自動改札機は通常の出入り口にのみ設置されている。 駅南側で分岐後、駅北側で築堤を下って西へカーブしユニチカ、岡崎工場へ続いていた。専用線は当駅の開業時から存在し、駅が開業する前は、名鉄衣線大樹寺駅から分岐していた。晩年まで、黒崎駅発送のテレフタルさん、1995年頃まで、エチレングリコール輸送に使用されていた。愛知県統計年間、岡崎市統計書、 移動等円滑化取り組み報告書によると、当駅の1日平均乗車人員は以下の通り推移している。なお、2005年は愛知万博の開催年である。AB、平成22年度鉄道洋覧国土交通省、鉄道局、電気車研究会、鉄道図書館公開、2010年9月29日、13ページ。 ISBN 978から48億8548万1161企業情報遠隔愛知環状鉄道 ABC 愛知環状鉄道の30年年表愛知環状鉄道株式会社2019年プレスリリース平成13年12月ダや改正について愛知環状鉄道とか乗車券のサービス開始日について愛知環状鉄道 オリジナルの2019年6月2日時点におけるアーカイブ。 h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 1 9 0 6 0 2 0 7 2 3 2 8 h t t p w w w a i k a n r a i l w a y c o j p p d x p r e e s r e l e s e 3 0 1 2 8 pdf2020 年11月8日閲覧。北岡崎駅のエレベーターと多機能トイレを、共用開始しました。愛知環状鉄道、オリジナルの2021年7月3日、時点におけるアーカイブ。https://web.archive.org/web/20210703061042/https。 www.aikanrailway.co.jp スラッシュインフォメーションスラッシュインフォデータ36 HTML 2021年7月4日閲覧。北岡崎駅の駅窓口営業時間の変更について愛知環状鉄道オリジナルの2021年7月3日時点におけるアーカイブ。 https://web.archive.org/web/2020703061222/https:www.aikanrailway.co.jp/information/infodata3718html2021 年7月4日閲覧。岡崎市統計省岡崎市。 移動等円滑化取り組み計画書、報告書愛知環状鉄道、愛知県等経年間愛知県。ありがとうございます。